本日は鉄道模型コンテスト2016第8回全国高等学校鉄道模型コンテスト出展校説明会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。これより出展校説明会を開始させていただきますが、その前に受付でお配りした資料を確認させていただきます。ご参加校各校一部ずつ A4 の大きな封筒を一つずつ、そして長4サイズの封筒を一部ずつそれぞれお配りしております。大きい方の封筒には本日を使います資料が入っております。また小さい方の長細い方の封筒にはスタッフ証等が入っております。お受け取りでない学校がありましたら受付までお申し出ください。また本日の資料につきまして訂正の A4 サイズの紙を1枚お配りしておりますので、そちらも合わせてご参照いただきますようお願いいたします。また会場お入りいただく前に1人1枚ずつ A4 を2つに切った小さい QR コードの書かれた紙をお配りしております。今後コンテスト等の連絡に使うメーリングリスト等の登録に必要になりますので、必ずお受け取りいただきますよう、こちらは1人1部ずつお受け取りいただきますようお願いいたします。皆様お暑い中ありがとうございます。今ご紹介があったんですが、一般社団法人の方は、私は噛んでおりませんので、全国、高等学校鉄道模型コンテストモチュール部門を、主に、やっております。それの理事長ということで、今年が第8回目です。第1回目、8校から始まった会が今年もう153校、というように、なっております。お配りした中にはちょっと数字が違うかもしれませんけども、そこの中の数字、153ということで、キャンセルした学校さんもあったもんですから、ということで今年は行きたいなと思っております。実際、長いこと、8回目と、いうこともありますので、皆様もうだいぶ慣れてきたとは思うんですけれども、今年、訂正箇所ですとか、それから新しいご案内、そういうことがこの後、どんどん続けて話が出てくると思いますので、しっかり聞いて、各学校で、みんなに伝えてあげてください。とにかく8月の6、7ということで開催またビッグサイトで行いますので、一つ頑張って制作その他してみてください。本日はどうもありがとうございます。皆さんこんにちは。一般社団法人鉄道模型コンテスト代表理事を拝命しております加藤でございます。同時に鉄道模型メーカー の社長もしておりまして、株式会社積水金属加藤の加藤でございます。よろしくお願いします。と皆様の資料の中の5ページをぜひ開いていただければなと思います。でこちらの5ページの方に書かれている内容を、ごめんなさいね、この青い方の運営資料の5ページになります。で読まさせていただきます。文部科学省講演第8回鉄道模型ごめんなさい第8回全国高等学校鉄道模型コンテストモジュール部門にご参加の皆様へ、モジュール部門最優秀校は本年11月アメリカミルウォーキーで開催されるトレインフェスト2016からご招待されることとなりました。海外遠征していただくのは最優秀校の生徒2名、顧問引率教諭1名、モジュール部門作品です。トレインフェストはアメリカ最大の鉄道模型運転走行ショーです。
N ゲージのみならず、さまざまなスケールの鉄道模型クラブが集まり、おのおののモジュール式レイアウトなどを出展し、模型のゲージやスケールを超えて、鉄道模型を運転走行する喜びを分かち合う、アメリカ最大級の鉄道模型の祭典です。最優秀賞を受賞された、最優秀賞を授与された高校生諸君には、日本代表としてトレインフェスト2016に作品を特別展示いただきます。また、一般ご来場者やご招待される中高生の前で、自作品に関するプレゼンテーションをお願いいたします。海外遠征いただく渡航費用は、弊社株式会社関金属加藤が負担いたします。現地には通訳として加藤の社員が同行いたします。高校生諸君のご検討を期待しております。以上です。昨年はですね、ドイツのシュトゥットガルトというところで、ヨーロッパ、欧州の N ゲージ、欧州の N ゲージを、コンベンションが開催されて、そこに優秀校でありました共立の皆さんがですね、参加されました。現地の方々からもすごく受け入れていただいておりまして、で新しく出品されたコンテストっていうのがございまして、その中でも見事優勝されておりました。そのような経験を通じて、最優秀校として現地に行かれる方が、実はこの現地の方々からどれだけその受け入れられるのか、あるいは現地の方々に対するインパクトをどれだけ与えているのかということもですね、ぜひ感じ取っていただければなというふうに思います。鉄道模型、特に N ゲージに関しては9ミリ幅の線路というものが、この日本だけではなくて、これはもともとイギリスから始まりドイツで広まって、でそれを日本の方で広めさせていただいているということになりますが、アメリカを含めて世界中でですね、この N ゲージというものが普及されているという、そういう文化の中に形成されている文化の中に、皆さんのこのモジュールが存在するということを、ぜひですね、こういう形でとそういうような、N ゲージの発展にも寄与されている皆様の作品であるということをぜひ持っていただければというふうに思います。で、私の一般社団法人の、あるいはこのイベントをですね、主催しております立場からお願いをさせていただきたい点といたしましては、当日2日間、8月の6日7日、ぜひですね、一般のご来場者の方々に対してのが楽しむイベントにしていただきたいなと思っております。多くの方々にいらしていただく、ご来場いただく、しかもそのお金を払っていただく、入場いただくという、そういうイベントとして、この鉄道模型コンテスト2016というものも開催されることになりますので、重要なのは一生懸命作られた作品を見ていただけるお客様がやはり感心して、あるいは喜んでお帰りいただくという姿になります。8月の6日土曜日は、皆さんの作品をそのコンテストという形で多くのご来場の方々に対して発表を、プレゼンテーションをされるという機会が、たくさんしたい、もっともっと説明したい、でこういう細かいところの作り込みみたいなものをぜひ気づいていただきたい、感動いただきたいというふうな思いをお持ちなのはよくわかります。でただその作品の前にそれを立たれて、一人数分間のお話をされますとですね、今度それを本当は見たいんだけれども見れないそのご来場の方々も増えると思いますので、そのあたりが
まあ、大きな課題として、まあ、昨年来続いていてこの第8回目を迎え、いわゆるこのプレゼンテーションってどういうふうに持ってったらいいのかっていうことを、まあ、運営の皆さんが、まあ、しっかりと考えていただいている、そういう中ででも中心となります、実際に一生懸命作られたモジュールをそのどのように表現すればいいのかっていうところが、まあ、私ども皆さんを含めた、まあ、次なる課題であるということを、まあ、共有させていただきまして、まあ、皆様のご検討をお祈りする次第でございます。と2日間のイベント、これからまだまだこれからですね、仕上げていかなければいけない、仕上げられる学校の皆さんだと思いますけれども、とぜひやりきっていただきたいと思います。中途半端で終わるよりはやれるところまでどこなのかっていうところを本当に考えていただいて、やりきったやりきれれるその作品をぜひビッグサイトのイベントに持ってきていただけたらなというふうに思っております。皆様のご検討をお祈りいたします。ありがとうございました。